府軍をシャニムに突き破り、その本営傭兵艦の奪取に成功した孫策ら。対して呂布の士気は上がらず、戦いにも精彩を欠いたまま、釈然とせぬ様子で戦場を後にしていた。援軍として参陣した馬超も加わり、孫武の士気は大いに上がる。しかしそんな呉軍を囲むべく、清盛の圧倒的な大軍が密かに迫っていた。傭兵艦を手薄にすることで呉軍をおびき寄せ、包囲殲滅する。すべては清盛の周到な罠だったのだ。清盛は伊達軍の協力を得、さらに強大化。清盛、呂布、伊達軍の完全な包囲陣の前に、呉は絶体絶命の危機に陥ろうとしていた。殿、呂布の本拠地は奪取いたしました。されど一つ気にかかることがございます。先の戦、わざと手薄な本拠地をちらつかせ、我らをおびき出す策だったのでは。己の部で圧倒するのが奴の心情、策を弄するとは思えぬが。お前たち忘れたか、呂布のそばには狡猾な清盛がいるのだ。孫権殿、急報が入った。我らは清盛の大軍に囲まれているようだぞ。清盛らしい遠大な敬意、この筋どう切り抜ける。孫権、一度解き放たれた虎は欠けるな。皆俺に続け、清盛の包囲を突破する。進め、呂布を包囲殲滅するのじゃ。我が力存分に味わうがいい。次に当てた時は貴様のせいだ。発想を討ち取ったり、涼しい声で熱い戦いの時だ。次に当てた時は貴様の最後だ。発想を討ち取ったり、見直したぜ。このままではまずい。押し返さねば。落ちてこむ敵軍を砲撃し、攻撃を放出すれば出てしまう。みんな耐えてくれ。勝機は必ず訪れる。どんだけ敵が湧いてるんだ。もう満腹だぜ。本命を取る。我が勝機試す時。こんなのいけねえからな。さあ撃ち取ったぜ。どんだけ敷きだ。血は争えんな。ここは見えるな。調査敵将撃ち取ったぜ。やるな。見直したぜ。なんてまだ戦力を残していたのか。よし、そろそろ我らも動く頃合いかと。よし、眺めているのは大変。テッ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 テ
正面。もはや手遅れよ。そこから教えてやる。粗暴な輩との戦はやりにくいわ。敵将打ち取ったぜ。これだけだけ敷布だ。血は争えんな。してやられた。敵将打ち取ったぜ。任せておけ。見直したぞ。器ではないか。老獪な清盛でも呂布は解けなかったようだ。面白くなってきた。ではこれを馳走しようか。我が力は存分に味わうがいい。我らも手柄を立てねばなるまい。次に会った時が貴様の最後だ。そう打ち取ったり。苦しい顔で熱い戦いをする奴だ。1ミリか。また4月の類だろう。ならば術師を倒せば2回。術師を探せ。くだらぬ妖術だ。俺が消し飛ばしてくれる。貴様の最後だ。そう打ち取ったり。やるな。まあよかろう。敵将討ち取ったり。やせときな。策など不要ですかな。その面覚えなぞ。敵将討ち取ったり。お見事な戦ぶり。ここで口当てろ。軍事武者の気概見せてやる。お見事な戦ぶり。やったか。次は
野郎を葬ってくれる。わしらもやるぞ。なんだこいつ、強すぎる。敵が強いほど熱くなれるってもんだぜ。聖天大将、孫悟空様だ。ちょっとばかし油断したぜ。解散。そう、打ち取ったり。やるな、見直したぜ。目をついに心に入れ替えやがった。雑魚に語る言葉はないよ。この恨み、敵将討ち取ったり。お見事、策など不要ですかな。我らも手柄を立てねばなるまい。欲しいものだ。少しは俺を楽しませる。我が力、存分に味わうがいい。我が力、存分に味わうがいい。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、撃ち取ったぜ。あれもこれだけ仕切るな。血を荒らせんな。せいぜい上がるがいい。敵将、撃ち取ったぜ。やるな、見直したぜ。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、撃ち取ったぜ。俺を殺して。お見事な戦だ。取ったり。
熱い戦い。任せときな。くだらねえ戦、これで終わりにしてやるぜ。終わらん。我が輩を倒せたとしてもな。その敵は敵将、打ち取ったり。敵将、打ち取ったぜ。わしらもやるぞ。我が輩に勝ったとて、もはや止められぬわ。清盛とは一体何者だったんだ。清盛も元は人間、憎き敵ではあったが大人物でもあった。化け物に見入られる前はな。だがこれでおとなしく成仏しよう。お前はこれからどうする。目的は達したはず。去るのか。俺はあの呂布の力に見入られた。清盛すら御しきれなかった男、その結末を見届けたい。お前の腕は父上も認めている。行く当てがなければこのままとどまるがいい。最初はぬるいだけだと思っていたが、案外補欠の中も良いものだな。清盛は死ぬ前にもはや止められぬと言っていた。何が止められねえんだ。ただの負け惜しみじゃねえのか。そうだろうか。俺は何か不吉なものを感じる。殿、石壁の地に異変あり。オロチらしき者が陣を構えているとのこと。これが清盛の言葉の意味か。全軍、石壁に急行する。続け。